朝。9時過ぎてる。遅刻どころの話じゃない。体が重い。半分以上持ってかれたみたいね、これは。そうだった。私、セイバーじゃなくって、アーチャーを呼び出したんだ。魔力が戻るまで一日ちょいか。今日は、慣らし運転ってことにしよう。問題なんてあるわけないけど。
あいつの記憶が戻るまで切り札は封印か。思い出せないんじゃ使いようがないしね。まあ、火はこっちにもあるし、なんとかやっていくしかないか。あ、見直したかも、これ。日はとっくに昇っているぞ。また、随分とだらしがないんだな、君は。おはよう。そういうあんたは随分とリラックスしてるようね。今を好き勝手使ってくれちゃってさ。何？一晩過ごした部屋だからな。どこに何があるか把握したよ。おう、ついでだから厨房も片付けておいた。もう少し荒れているかと思ったが、なかなか気の行き届いた厨房だ。一人暮らしの洋館にしては上等だな。本調子ではなさそうだな。昨夜は元気だったが、睡眠をとって疲れが出たのだろう。紅茶でよければご馳走しよう。私が気に障るなら消えているが。ごちそうさま。結構よ。私は茶坊主が欲しくてマスターになったわけじゃないわ。あなたもね、頼みもしないことをする必要はないわよ。そうか、確かに私も茶坊主になったり後片付けをするために契約したわけではない。君がそういうのならば、これからは気をつけよう。私が求めているのは戦力としての使いのよ。家事をこなすサーバントなんて聞いたことがないし、する必要も特にないわ。特にはないとはどういう意味かな。別に好きなようにとって結構よ。それよりあなた、自分の正体を思い出せた？記憶に関してはおいおい対策を考えとく。じゃあ出かける支度をして、あっちゃん。
召喚されたばかりで勝手もわからないでしょ。町を案内してあげるから。出かける支度？いや、そんな必要はないだろう。出るのならばすぐに出られるから。あのね、そんな格好で出歩くつもり？どう見ても普通じゃないし、他のマスターが見たら一発でサーヴァントってわかるじゃない。私、自分から私はマスターですなんて言いふらす気はないんだけど。ああ、そういうことか。それも問題はない。確かに着替える必要はあるが、それは実体化している時だけでね。サーヴァントはもともと霊体だ。非戦闘時には霊体になってマスターにかける負担を減らす。ああ、そっか。召喚されたって英霊は英霊だものね。霊体に肉体を与えるのはマスターの魔力なんだから、私が魔力提供をカットすれば自然我々も霊体に戻る。そうなったサーヴァントは守護霊のようなものだ。レイラインでつながっているマスター以外には観測されない。もっとも会話程度はできるから偵察ならばしょうがないが。あ、便利。それじゃあ本当に他のマスターを探し出すなんて難しいんだ。ああ、だが魔術師は魔術師を知覚できるだろう。それと同じでサーヴァントもサーヴァントを感知できる。優れた魔術を知るサーヴァントならば、遠く離れたサーヴァントの位置さえ把握するだろう。で、あんたはどうなの？他のサーヴァントの位置、わかる？マスター、私のクラスは何か忘れたのか？遠く離れた敵の位置を探るなど、騎士上がりにできるものか？わかったわ。じゃあ、とりあえず後についてきて、アーチャー。あなたの呼び出された世界を見せてあげるから。そう目新しいものではなさそうだがね。それよりマスター、君、大切なことを忘れていないか？え？大切なことって何？まったく、君まだ本調子ではないぞ。契約において最も重要な交換を私たちは未だしていない。君な、朝は弱いんだな、本当に。今からでも遅くはないさ。それでマスター、君の名前は？これからは何と呼べばいい？